首がね、全然座ってない。お耳のところから。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てる、くるぶしです。悪魔です。今日短いです。短いですよ。なんかあったんですか。何にもないですよ。はい、ということで、クルチョ、ちょっと肘ついて、行儀悪いですけどね。すいません。なんかちょっとオープン会に出てる感じで、ちょっと部屋のキャパ的に。ジョーちゃんも、本当にチョモちゃん制作ありがとうございます。今日はですね、ありがとうございます。個人として、まあ、クルチョモチャンネルとしてですね、ちょっとまあ、一つ、お伝えしておこうかなという、案件がありまして、以前にも、ね、案件お知らせといたしまして、ね、案件をください、ね、僕の妻がですね、子を授かったという、お話をしましたけど、妻吹佐俊、先日、11月12日、明け方のですね、3時28分、牛蜜時に誕生することが、できました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなクラッカーなんか鳴らさなくていい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チョモちゃんもですね、その生まれた日は、チョモはライブだったんですけれども、急遽駆けつけてくれて、なんかすごくですね、まあ、本当になんて幸せな光景なんだろうなと。幸せ、まあ、何にせよ光景。嫁もですね、チョモのファンなんでね、なんてこった、すごく喜んでくれて、あとチョモと母がいたんですけれども、まあ母はですね、井出かかとさん、私はイケメンとかそんな興味ないよとか言いながら、チョモにうかうかしてですね、挙句の果てには、ね、ツーショットを撮って、僕にすごいウキウキなメールが来ましたけれど、うかうかウキウキ。どうでした、うちの母親は。うかうかウキウキでした。あ、確かにね、ちょっとね、まあそういうとこあります。確かに、そういうとこあるんですか。よく見てるんですか。ちょっとだけしか、うかうかウキウキなところがあるんですか。チョモも本当にすぐ帰んないといけなくて、うん、でも本当にチョモらだっても、ね、時間を抑えてくれて、私が食ってやりました。すごく、まあ、貴重な体験というか、まあ、僕ももちろん立ち会ったんですけれども、あ、こういう感じなんだなっていう、生命の、お前と立ち会ってやろうか。いや、すごいもん見ましたわ、本当に、いつか子供が大きくなったら、その出てくる瞬間とかもね、僕はこのカメラで撮って、いつか見せたいなと思います。大きくなったクルチョモチャンネルとして、ね、出てくる瞬間を抑えてやる、まあ、いつも見てくださってる方々はまあ、分かると思うんですけど、まあ、ハードコア、ロック、あとなんだ、エロティック、まあ、カバー、ちょっとね、過激路線というか、カバー動画を、そういうことも、もっと上げましょう。チャンネルなので、でどいつもこいつもぶった切ってやるよ。まず、あいつからぶった切ってやる。ダークサイドな、感じなので、ダークサイド、まあね、ちょっとだよ。ね、今、まだ生まれて3日とか、かかってきやがれよ。ちょっとやっぱり子供にはね、僕のこのキャラクターっていうのは背負わせたくないので、俺が背負ってやる。子供の名前とか性別も、今のところちょっと言うつもりはないです。性別は大きくなったらおめえが決めたらいいよ。ジュニア、まあ友達とかには普通に、LINE とかで、名前と、顔写真とかね、送ってるんですけれども、まあ、まあそういう子供の未来を考えて、僕あえて言いませんね。未来、皆さん、君たちの手の中に想像していただければ、ありがたいと思います。妄想が大好きなんだろう、お前たちは。頑張っていきますんで、もちろんだよ。まあ、すごい
楽しい2人だと思いますんでね、あのこれからもぜひ、ちょっとだよ、ね、どうぞね、あのチャンネル登録の方、ぜひ、これは仕事にしたいのでね、登録しねえと、よろしくお願いいたします。おめえたち呪ってやるからね、その方に、僕の子供がどんな感じだったのか、一言ちょっとお願いします。堀北真希ちゃんに似ているな。誰がツルピカハゲマルクイヤバカ野郎。どんな聞き間違えや。まあまあそんな感じですね。はい、ということで今回はですね、くるぶし子供生まれたよという、ご報告の、動画でした、ありがとうございました。名前はだけよろしく、いで肩甲骨ちゃんです。できれば一緒に撮影したかったチョコちゃん。俺もだ。この前のムサンケーキ、ムサンケーキ、ムサンケーキ、くるみじゃないから硬くない。怖いでしょ。気をつけてよ、気をつけてよ。ここ手、ここの首の ここの後ろにこう入れて、入れて、ぶつかるのは苦手なはずなのに、知らないことをいつからか遠ざけてた。うにゃうにゃだからね。入らないと諦めた僕らの穴にペペローション、君は優しくぬめる。話すよ。アナルに入れたエネマグラ、島が濃いんですけど、それに似てる。手のひらの島が結構濃いんだけど、すごい濃い。全部濃い。全部濃い。ピースしてる。やばい、ちょっと気持ち痛いだろうね。頭。気をつけて。ありがとうございます。させてもらいます。せっかくなんで。